チューチューチュー。ネズミ。ホラーゲームあるある、こうネズミとかゴキブリに愛着湧いてくるやつ。癒しポイント。おお、大丈夫か？どうした？腹痛。走りすぎた？なんか悪いもんでも食べた。チュー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 。なんか悪いもんでも食べたか？お腹痛いな。トイレ、トイレ。やばい、限界が。やばい。漏れる。そこでしちゃいな。誰も見てないから、角でしちゃいな。あ、やばい。お腹が。こんなところでしたら、見られる、あの人に。あれってあれ？違うかな？オープニングの人？いや、違うな。帽子かぶってる？開けてください。ここ開けてください。何？何これ、パン？肝？何？内臓みたいな。何？肝？何これ、食べる？食い方。どういう家庭環境で育ったんだ。ああ、お腹空いてたのか？お腹空いててもあんなんならなくない？あんな、急に、お腹がみたいな。もうちょいさ、空腹みたいな、めまいみたいな演出でよかったんじゃない？何？ BGM 急に。子守歌みたいな BGM になったけど。とにかくありがとう。座るやん。え、何その感情は。自分の分なくなっちゃった、みたいな。どういう感情？あら。自殺紐があるね。これなんだろう。消火栓入れみたいな形してるけど。金庫か消火栓入れ。例えばいつの間にか牢獄みたいなところから一番初めのところに戻ってきてる。シャワー。あ、入り口に近づいてんのかな？違うか。別に普通のシャワールーム。誰か栓を止めてくれ。なんか中途半端にでかいんだよな。世界観よくわからんな。おお、めちゃくちゃキャサリンじゃん。コードがあるな。上かな？ああ、上に繋がってるってことは、ここ登れるってこと？マジ？どうやっていくんだ？ジャンプ。ほい。ん？どこ登れる？あ、ここ登れるか？おいで。おいちょいちょいちょい、しるしるしる。あ、違うわ。上のやつ落ちてくんのかと思った。おいで。こっち。お、セーブポイント。久しぶり。そして ?OK, ナイス。これで、なんか、これ、開く？これ開いて、この扉、橋渡しにするみたいない？いけ！おー、ちゃんとここ、網網になってる。なるほど。で、奥の方行くのか？待って全然見当違いじゃん。奥側じゃないの？これ。どう行くんだ？これ鎖登れるとか？おお、それだ！それのやつです。あんま高いとこ行くと、あれだからね。落下死するから。これ、はしご行くべきなのか、こっち行くべきだな、多分。はしご折れる可能性あるくない？あれ。レバー。何？ちょっと待って、2択来てるじゃん。とりあえずこれやるか。動かない。ふい、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 ふい。右、左、右、左、右。ひひひひひ。こうするとどうなるの？はい。なんかライトついた。ん？クレーンゲーム？壊すってこと？これで。あ、違う。え？合ってる？違うっぽいな。こうか。お。登れる？あ、これ柱か。柱じゃない、チェーンか。ああ。危ねえ、また。また無駄に寿命、殺すとこだった、主人公。危ない。セーブポイント、セーブポイント、ないの？こっから登れる？ないか。うん。ん？あれ、右の下の方のあれは違うんか。
偽ルート、これどうやって登るんだ。あ、引き出しが出せるんだ。ん、なんか声した、今出ない。え、出ない、待って、ここ以外も開くだろう。これでジャンプしてこう。おーマジ運動神経いいな。で電気が落ちると、あ、これは時間制限ないわ。なんこれ落とせるくない、これ。落とせる、なんか落としなかった、大丈夫。あ、さっきのやつだ、セーブポイント。あ、友達元気、どこ行くの、待ってー、おお、怖がってる。なんかあんのか、お前。ついてくる。さて、まあ、こいつはいいとして、これどうすんだ？あれがつかめたところでどうだって話だしな。上なんか、ある？ない？さて、さて、さて、さて。とりあえず、やってみるだけやってみるか。ほい。主人公があれより、どういうことだ？主人公があの箱より重いってこと？結構体重ある、もしかして。ここ戻ってくるでしょ。あ、なるほど、これで戻ってくることによって、うわ、怖、下の扉が開くってわけだ。開くってか通れる。うわ、きしょい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 。何がどうなってそんなに大量発生したんだ。バイオハザードの映画と同じか。レッドクイーン止めたから全部ドアのロックが解除されてゾンビが出てきた的な。うん、ここは登れそうな、登れなそうな。登れないね。わ、ロッカー、隠れる用ロッカー。ん、広い。これに隠れていくんじゃないか。いやー、間に合わなかった。もう慎重に行こうな。あ、なんだ、固まった、キノコになった。今更だけど主人公これ黄色いのなんで、雨がっぱじゃないの、なんかあんのかな。それかこう暗闇でもプレイヤーが見やすいようなゲームデザインか、もしくは両方か。いい、おいや、待ってなんかつまずいた。もう長時間浴びなければ大丈夫なんだね。何につまずいたんだろう、ちょっと近すぎたかな、掃除用具入れに。で、この隙間の光を避けて、ほい。何それあ、なんか今見えたような、ん？みたいな、二度見みたいな動きするじゃん。明るい。誰がこの箱を吊るしてんの？やばすぎる。やばすぎる。これは逆だったやつ。走ったらギリ間に合ったやつ。最悪。今度は迷わないぞ。走れ走れ。ナイス。これか。お、見届けるわ、こいつが落ちるまで。はい、うん、閉じ込め。広い、広い空間、怖え。タイトルとか背景に出たりしない、これ。わーん、お、二人いる。どこ行くねー。
もう遊戯王の目。このゲームおもろいな。無限にやっちゃうぜ。これ、あれだよね。潜水艦とかの扉だよね。この構造って。今更だけど。おう、友よ。君よく、うわ、ちょ、うわ、なに？口止めろ。君よく見たら、え？いなくなってる。あいつよく見たら変な走り方してんな。開くー。これ何の意味があるんだ？何も意味ないパターンじゃないか、この開くやつ。ほらな。ここ登れるんかい。机の上に何かあります。何もないです。割れたー。危ない。怪我するぜ。さて、こっちが行けるな。あっち側はなんだ？ちょっと見てみよう。こっちが行き止まりになってる？上も行けるな。でもなんか今のところ一方通行だからどっち、こっちが当たりだな、多分。今の経験上でいくと、この二手に分かれたとしても、結局はどっちかに収束するのと、大体あの三角野郎がいるパターンの方が正規ルートじゃねえ。あ、これ、ナルニア国物語じゃん。でけえ目。ボタン？自爆ボタン？やっぱこれ潜水艦なんじゃないの？押せないと。この裏にいるんじゃない？ほらほら。なんかいる。なんか喋ってる。待てーい！逃げるやつ初めてだな。どこ行った？あれ？わかんなくなった。くっそ。チピチピチピチ。あ、いた。どこ行った？上？下？あ、いる。イェーイ。おほほほ、家屋みたいな屋根ついてるじゃん。なに？世界観。本当に夢の世界みたいな、デザインしてるな。おー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 おおお、急に増えるね。当てたー。机高いやつー。かまじいの部屋みたいなタンスしてんな。届かない。トランク。これもしかして開く？開かないと。うん、ベッド。拘束されてる。何？ハム？ベーコンが拘束されてない？これ。やらけー。ベーコンが拘束されてる、これ。ベーコン拘束ベッドだ。お、なんか鍵ある。適当に登ってみたら。なんか正規ルート。鍵？あの鍵どうやってあるんだ？しかもなんか写真、豆電球みたいなのにマスク、コロナに配慮が足りている。さて、これ、あ、なんか終わっちゃった。ここにある薬を飲みますと体が大きくなります。そう。アリス・イン・ザ・ワンダーランドみたいな。あ、ここ登れそうだな。あ、三角くんめちゃくちゃ写真飾られてるね。一番上まで来ちゃった。ほい。お。あ、いけるんか？なんだ？スッポンがある。スッポン、トイレットペーパーとスッポン。こんなた、あ、なんか終わっちゃった！何？やばい。怪我する。これスッポン、重っきしスッポンされてるから、取れない。うわ、すげえ勢いで飛んでった。おい。鍵。重いのこれ。あ、え、これ投げるモーションがあるんだ。おめめー。ぶちゃいくな犬。あー、開けられる。ナイス。おい。ジャンプしようとすると投げちゃうな。正解じゃん。たまたまー。こう持ってく？なに？装備した？強くなるか、装備したら。なんか、やめてください。
勝手に閉まるタイプのドア。引っ張ることはできない。後戻りができないというわけだ。そしてこれはうるさい猿のおもちゃ。立たせてやるか。俺。クマみたいな耳だな。さて、多分あのボタンか。物を運んでいるときにスペースで投げる。さて、これで狙うのか？溜めることができる。おー！溜め投げってのがあるんだ。わー！揺れている！何？何？何？エレベーター？エレベーター揺れすぎじゃない？広いな、エレベーター。なんか積んであるし。おーわー！何？これでまた猿が必要なのか。よくできたゲームだよ、ほんと。おわ、下行くの？なんでやねー。上から来たやんけー。ピーン。反対側があかんのかーい。猿持ってくか。ここボタンねえし。どういうことーん。うわ、なに？空気か。あ、違う、腹減った？腹減ってるー。腹減るの早くなってるー。あれ？お、びっくりしたー。また昼かと思った。あれ、パンだったんじゃないの？パンってさ、食べたらお腹空くの早くなるやん。そういうこと？肉みたいな見た目と肉みたいな食べる音だったけどね。死ぬ！こんなとこで死ぬのか、お前。死因空腹なの、いろいろあっただろうけど。こんな過酷な世界で。結局人間は食がないと死んでしまうという教訓。おお、出たー。なんかやっぱ肉だろう。ネズミんたかってたけど大丈夫それ。不衛生だよ、どっちにしろ。いやー、罠やんけ。